トラビス・トムコはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州ジャックソンビル出身。WWE ではタイソン・トムコ、ティネではトムコのリングネームで活躍。新日本プロレスでは本名名義で参戦し IWGP タッグ王座を獲得している。プロレスラーになる以前はアメリカのバンドのボディガードなどをしていた。2002年にプロレスラーとしてデビューを果たす。 オベでは、トラビス・ベインのリングネームでキャリアを積んで2003年には、回帰波形ユニットである、ディサイプルズ・オブ、真の一員となり、セブンとタッグを組んで、オベ南部タッグ王座を獲得。2004年4月、WWE に昇格し、タイソン・トメコのリングネームでデビュー。RAW に所属となり、問題解決人として、クリスチャンのボディガードというギミックでの登場であった。 自らも試合をしつつ、クリスチャンの試合では、彼の勝利をサポートする役割であった。トリッシュ・ストラタスも含めたチームを組むが、後に、トリッシュ・ストラタスり離脱。クリスチャンとのチームは、クリスチャンがスマックダウンに移籍した2005年6月30日まで続いた。日本でプロレスを行う希望があり、2006年4月に、WWE を自主退団。 そして新日本プロレスに本名であるトラビストムコ、名義で参戦。同じくかつて WWE で活躍したジャイアントバーナードとタッグを組み、タッグ王座戦線に絡み2007年3月11日、愛知県体育館において中西学ブ大森隆を組みを下し、第50代 IWGP タッグ王座を獲得した。新日本プロレスにスポット参戦するのと同時に、 2006年11月にティネに入団し、トムコのリングネームで所属。再び WWE 時代に行動を共にしたクリスチャンのボディガードとなり、アージスタイルズを加えた3人でクリスチャンズ・コアリッションなるユニットを結成。2007年10月14日、年間最大 PPV であるバウンド・フォー・グローリー2007にてスタイルズとのタッグでチームパックマンから ティネ世界タックチーム王座を奪取した。スタイルズとのタックは2008年まで続き、名タックへと成長していたが、カートアングルと関係を持ち始めると、次第にスタイルズとのタック間で亀裂が生まれるようになり、4月15日にスーパーエリックカズにタック王座を陥落するとスタイルズとのタックを解消。アングルの部下へと成り下がり、アングルの妻であるカレンアングルのボディガードとなった。 2008年2月16日、翌日に IWGP タック選手権を控えておきながら、イグフに突如参戦を果たし、アレクサンダー・オッツカに解消すると、持参した IWGP ベルトを放り投げた。翌17日、両国で IWGP タックの防衛戦を行うも敗北。この試合を最後に新日本から離脱。同年11月、再び、 WWE と契約。しかしハウスショーとダークマッチでの出場が主となり、テレビショーにあまり出番がないまま2009年3月にリリースとなった。11月に再度、ティネに復帰するがジョバーとしての出番が多く、2010年8月にティネのロスターから除外された。2011年10月11日、フロリダ州の戦闘オーガスティンの薬局で定員を脅し、 鎮痛剤200錠を強奪。レストランのトイレに約40分間立てこもる。約170錠を服用し病院に搬送され、治療後に窃盗罪で逮捕された。出所後、2013年8月4日に、NWA 加盟団体の風にて、WWE 時代に使用したタイソントムコのリングネームで復帰し、デーモスを相手に勝利した。8月11日には、 リングウォリアーズに参戦し、マイケル・セインに勝利。11月1日には、フーにて、フー・ブルーザー級王座を保持する、ブルース・サンティーに挑戦するが、両者カウントアウトにより引き分けとなった。ありがとうございます。